皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。5月1日、山下智久、39、ら日本マクドナルドの新テレビ CM、マックカフェ、幸せすぎる、ももへん、同月7日から放送、に出演することが発表された。山下はこれがマクドナルドの CM 初出演。また、山下は同 CM でマックカフェのアンバサダーを務める広瀬すず、25、と共演するが、 これも初共演である。画像山下智久マクドナルド新 CM で見せた普遍のイケメン超美男美女の2人 CM の衣装は広瀬が桃の季節を感じさせる鮮やかな色のワンピース山下はやや渋めの淡い色のスーツ内容は2人がボロッと桃を広瀬ガブッとシャリッと山下などと言いながら ももモモの期間限定新商品モモのスムージー、もものヨーグルトフラッペ、マカロンピーチピーチを堪能するというものだ。X、旧ツイッターではヤマピーとスズさんとビングの洋服かわいいです。CM のヤマピーとスズちゃん、とってもかわいくて、ビかけるみってすごいと思いました。といった好意的な声が多く寄せられている。その一方で 日本マクドナルドが相次いで、辞めジャニを起用している状況に。辞めジャニ大好きマクドナルド。マクドナルドってやめジャニばっかり使ってて怖い。普通に異常だし、普通に偏ってるやめジャニカタログと呼ぶ。マクドナルドは当てつけのように辞めジャニや東部を起用するな、逆に変な忖度働いてるやん。といった批判的な意見も非常に目立つ事態となっている。ジャニー喜多川氏。 去年87の加害問題を重く受け止めた日本マクドナルドは23年9月12日に現在の契約満了後はジャニーズ事務所と契約更新しないと明言当時出演していた岡田純一さん43と木村拓哉さん51は事実上の交番になりましたそして岡田さんが23年11月末に事務所を退所独立してからというものマクドナルドは やめじゃににをどんどんんん起用すするようになったんですワイドショー関係者岡田は独立から2ヶ月後の24年1月に同社の CM に復活し現在も出演中その後3月28日に赤西陣392014年2月末退所がサムライマックの新 CM「好きな方へ一歩編4月2日」に出演することが発表される 海外が拠点の赤西にとって14年ぶりの CM 出演だった。さらに4月18日には、平野翔2723年5月退所岸優太2823年9月大初、が神宮寺優太2623年5月退所のナンバーアンダーバーアイ23年10月結成、がチキンナゲットの新テレビ CM たっぷりいこうぜ。登場編 4月23日に出演することが発表ナンンバーアンダーバー i 3人での初のテレビ CM としても注目を集めた起用された山下も不満を漏らしたと報じられた前出のワイドショー関係者は続けるナンンバーアンダーバーア i の CM が発表されて約2週間で今度は山下さんが出演以前から出演していた岡田さんを除いたとしても露骨なやめジャニプッシュ と言われても仕方のない状況とも思えます。ジャニー氏の所業が企業として看過できないのは当然としても、ここまで連続でのやめジャニー、企業となれば、旧ジャニーズファンが反発するのも無理からぬところがありますよね。なお、山下のマクドナルドの CM 企業は4月25日発売の女性セブン小学館で報じられ、その時点で注目を集めていた。山下が、 ヤメジャニが立て続けに起用されている状況を知らされておらず、一括りにされているみたいと広告代理店に不満を漏らしていたとも報じられている今回の山下さんの CM キャラクター起用に反発する声が多い原因はマクドナルドの相次ぐやめジャニ起用だけではないようです山下さんのジャニーズ事務所のやめ方、その過程になった不祥事などを引き合いに批判する声が多くありますね、全道 マクドナルドからの回答は、山下は2020年8月に「週刊文春」「文芸春秋」に未成年女性との飲酒お持ち帰り疑惑が報じられ、同月に活動を休止。その活動を休止中にハリウッド映画に出演するために、同年10月にジャニーズ事務所を退所した。山下は KAT−TUN 亀梨和也38と山下のユニット、亀とヤマピーのアルバム「SI」。 を発売予定だったがこれもお蔵入りにジャニーズ事務所は大きな損害を被り、同社幹部は激怒したとされる。亀とヤマピーは今年2月23日、亀梨によるファンイベント、インサイド23に山下が出演したことで、4年越しに復活を果たしたが、山下の退所は強引で不誠実と受け取られても仕方がないという声が当時多くあった。 今回のマクドナルドの CM 起用で4年前の不祥事を思い出す声も多くマクドナルドって旧ジャニーズ事務所に所属しているってだけの理由で木村拓哉の CM ぶっちしたのに未成年との飲酒を持ち帰りでジャニーズを辞めた山下智久は起用するんだマクドナルドってコンプラどうなってるわけなんで何もしてない旧ジャニタレントたちは起用できなくて 未成年飲酒お泊まりの山下さんが起用されるのか意味が分からん。といった厳しい声も X に寄せられているのだ。マクドナルドの CM から降板することになった木村さん、そして旧ジャニーズのタレントの多くは、4月10日から受け皿となる新事務所スタートエンターテインメントに移籍しています。SnowMan の目黒蓮さん、27に対するキリン HD のように、 事務所を介さないい直接契約する企業も出ていますまた数年後木村さんがマクドナルドの CM に起用される日も来るかもしれませんが同社ではしばらくの間はやめジャニ起用が続くのかもしれませんね前室のワイドショー関係者弊、hey, イとは日本マクドナルドに紛失している厳しい意見をどう捉えているかまた CM に出演するタレントを選ぶ基準 ついて問い合わせたところ5月2日に次の返答があった TVCM をご覧になった方にお楽しみいただけたかどうかどのようにご覧いただけているかなど日々確認させていただいております商品やプロモーションの魅力や特性に合わせて私たちがお伝えしたいメッセージやストーリーにマッチした方その世界観を表現してくださる方に演じていただいております SNS 上で不買運動を提案する過激なファンも出始めているマクドナルドの「やめだに起用」。荒れる事態は今後どうなっていくのだろうかどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。